中央線プラットフォーム、千日前線プラットフォーム、淡沢駅は、大阪府大阪市西区西本町三丁目にある、大阪市高速電気軌道の駅。中央線と千日前線の二路線が乗り入れる。駅番号は、中央線が C15, 千日前線が S13。駅は、中央台通と新名庭筋の交差点に位置する。駅名の由来は、 かつて当駅付近に存在した遊郭、並びにさらに古代に所在した四国方面との海上貿易拠点、わざ両路線とも相対式2面2000ホームの地下駅。中央線ホームコスモスクエアより、千日前線ホーム、南辰美よりに両線のホームを結ぶ連絡通路が設けられている。改札口は、 中央線双方のホームの東西双方一箇所ずつと、千日前線ホームの北寄り、中ほど、南寄りの上層、合計の7箇所。また、線内に本格的な車両基地を持たない千日前線の車両の森宮県車上への入出庫のため、両線の連絡線がある。当駅は淡津管区駅に所属しており、同管区駅長により、当駅を管轄している。 上述した通り、千日前線車両はこの駅の連絡線を通り、中央線経由で森宮県車場への入出港を行う。そのため、千日前線では、車庫送り出しを兼ねた、当駅始発列車が設定されている。なお、逆に、当駅止まりという列車は設定されておらず、車庫送り込み列車は野田阪神から改装される。車両検査のため、 緑木県車場に行き来する回送列車は、中央線の谷四方面からは東駅中央線2番乗り場で折り返し、四ツ橋方面に、返却の際には、四ツ橋方面から東駅中央線1番乗り場に、逆走到着後、谷四方面に折り返す。四ツ橋線本町駅には通らない。2020年11月10日の1日、乗降人員は42,165人である。 付近は本町駅から続くオフィス街。駅北西には大阪では数少ないバイク専用駐輪場が設置されている。最寄り停留場は岡崎橋及び立ち売り堀三丁目である。どちらとも以下の路線が乗り入れ、大阪シティバスにより運行されている。ありがとうございます。